患者がこぞって診察を求めるという皮膚科医がいる。高山薫。この日外来診療にやってきたのは80代の女性。持病にリウマチがある。ごめんなさい、いいえ、とてもない。患者の右足の親指には包帯が。血も出ないし、ここにもほら、こんな綺麗にね。でもこれでもちょっと浸水器じゃない？あ、そうですか。過去の病気の影響で足の親指には爪がない。じゃあちょっと爪整えとくね。はい。爪切りとかはできる？あんまり手がほらこういう、ああそうそう、ハサミがうまく、ね、持てないからね。持てないんですよね。高山は特殊に改良された医療用の爪切りで整え、仕上げにはヤスリを施す。行われているのはフットケア。高山はこの処置を合わせた外来方法を日本で最初に取り入れた。爪の形を整えるのはもちろん、爪の下によくできるという細かな傷がないか最新の注意を払い処置は行われる。足は冷たく感じたりはしない？冷たくはないです。でも冷たいことはもともとが冷たいんですよね。でもこっちとかよくね、はい、通ってるよ。あ、そうですか、うん。その手で確認しているのは血流。皮膚の内側の状態を探る。患者のある病気の再発防止のためだった。でも先生が見つけてくれなかったらできなかったね。バーバースも何にも。高山は以前、患者の血流が動脈硬化によって足まで行き届いていない状況を読み取り、血管の手術を行うように勧めた。この診断がなければ外科での手術はおろか、最悪の場合足を切断していたという。大丈夫、はい、なんかもう何もしなくていいみたいなね、そう感じでね。そうそう、もういつも言うんだけど、年も年だからいいよこのままでって言ったら。でもね、いろんなお話、世間話まで聞いてくれるから、ちょっとはやった方がいいかな。帰りにね、握手してもらう。そっと握手してもらって、なんかパワーがバーッと来たみたいな感じでね。もう私、大大好き。他の人の前でもね、高山先生最高好きって言えるぐらい。患者のライフスタイルや性格を理解した上で診療を行う。その中で、小さな疾患の重要性に気づいていた。今高山が一番力を入れているものの一つがタコや魚の目。実はこの聞き慣れた症状には大きな影が潜んでいるという。例えば糖尿病性素につながったりはするんですよ、タコとか魚の目がね。そういうことをターゲットとして皮膚科医が始めたフットケア外来となるとだいぶ珍しいんですよ。でもどうしたらなくなるかなんていうことを検討した人っていないんですね。なんでできるかとか、できないようにするためにはどうするかとか、結局それはその糖尿病性の潰瘍の人にも予防になる話だから。生活習慣病の一つ、日本人の6人に1人がなるという糖尿病。この病気がもたらす合併症の一つに足が腐り細胞が死んでしまうエソがある。最悪の事態を招かないためにはタコや魚の目にならないことが重要なのだ。多くの苦しむ人を減らせるかもしれない。しかしそこには大きな壁が。爪が悪かったりタコが悪かったりすることがエソにつながるから、どっちみち爪とかタコをちゃんと治せないとダメなんじゃないかと思ったわけですよ。
根治させようと思ったらもう行動を変容させるしかないんです、その人。これが難しいんです、とっても。どうぞ。失礼します。すいません。どうぞお入りください。一日のほとんどを病院で過ごす高山にとって最も落ち着く場所は自宅。そうですね、日曜日だいたい料理してるんで。でも私よりあの時間があるのでご飯担当です。洗濯は結構するかもしれない。あ、なるほど、ね、洗濯はね、そうだね、比較的よくすると。はい、あとは何もしないかな。医者でもある夫、大学生の息子と、そして愛犬、仲睦まじい空間が広がる自宅の中にも皮膚科医たる姿が。ちゃんと上まで入れて、上まで入れてるんです。でちょっと今これあのこの靴紐入ったまま脱いでますけど、結構履くときは彼は必ず結ぶんで、インソールも作ってもらって入れてあります。まあ、これとかは結構ね、すごい一番高いヒールぐらいなんですけど、浅草の職人さんが作ってる。こういう靴って、まあ、ここのこの開長足を押さえるようにできてるんですよ。なのでここをいかに立体的にするかと、高い靴はやっぱ滑らないことが大事なんで、かかとが結構締まってることが大事。息子や夫には紐靴を勧め、履くときに必ず紐を結び直すよう教えている。小さな気遣いこそが全身の健康につながっていく。だから本当に医学を進歩させるみたいなのとはちょっと違うけど、うん、もう進歩してる医学にやっぱりちょっと食いついていってね、うん、捨て置かれちゃってるコモンディジーズみたいなもの、うん、いっぱいあるんで、まあ、そういうものに対してちゃんと対処していくっていう、うん、パンを食べることに。一番近くにいる夫がこの思いの一番の罹患者だ。コンビニで食べろ。第一線で続けることに意味があると思ってて、医療を前に進める人間としてはやはり、まあ、彼女の方が社会に貢献できているので尊敬してますけどね。高山の一日は外来診療だけでなく手術や会議など多忙を極める。しかし駅から病院までは必ず歩いて向かうという。先生結構いつもこのペースで歩かれる、はい、早いです。ちょっと早い。そう、私早いと思うんですけど、いい歩き方って早いんですよ実は。そうなんですか。そうです、すごい早く進めるんですよ。よく言うのはね、なんかおへそから下が足っていう感覚である。で、この前に乗った時に自分の重心をそのままずらしちゃうんです。あ、これ3点固定式になってるでしょ。バンドがこう3つほらついてるから、ね、そうそうそう、そうだから脱げないし、足にこうフィットするから、まあすごくこう歩きやすい。気にしてるっていうか、いい歩き方やっぱ体痛めないし。しかし突き進む道には壁もあった、まあ、皮膚科の売り上げってすごい少ないんですけども、まあ、それでもそのやっぱり認めてもらうためにはある程度売り上げを上げていくっていう姿勢って大切なんですよね。そうすると今度逆にあの問題もいろいろ出てきて、例えば看護師さんたちが帰れないとか、事務の人がなかなか帰れないとかっていうことになっちゃったりすると、まあ、それって続かないじゃないですか、まあ、そういう中であの無理なくだけど精一杯っていう線引きが結構大変でしたね最初はね、うん、無理なく精一杯、全ては患者と向き合うためにチームは前を向いていた。なかなか医師に相談することって難しいんですけれども、外来中に電話をかけて、で先生に相談すると先生がすぐ駆けつけてきてくれて患者さんもすごい喜んでくださっていますね。褥瘡を予防するために専従で業務をしてるんですけど、いつ相談しても気持ちよく答えてくださる尊敬できる先生です。さらに長年近くで見てきた一番弟子は偉大な背中を見て育っていた。
高山先生ってなんか適材適所に人を動かすのの天才だと思っていて、その人たちの働きやすいような環境を整えて、私も今子育て中で子供まだ小さいんですけど、子育てしながら勤務員をしてっていうのは高山先生のモデルケースがあったから、楽しく働かせていただいてると思います。やれることがあるならばやるのみ、その信念は新たな行動へとつながった。それを直す外来を立てようと思ったら、今度何がダメかって分かったかっていうと、結局その爪とか足のトラブルを作ってるのって、まあ、歩き方だったり靴の選び方だったり爪の切り方だったり、その足を大切にする習慣そのものがそういう病気を作ることが分かったんで、これはもう単価じゃ無理ってなって他業種。さまざまな人の足の健康を守るために自らある団体を立ち上げた。その名は足育研究会。足の健康を守ることを目的に運動指導などさまざまな講習が日々行われている。しかしなぜ足の健康が重要なのか。実は日本のある大きな問題にもつながっていた。高齢者は足が悪いで爪が切れないで、爪が切れないことは転倒問題につながるっていう、まあ、そういうデータを出してたんですよ。2004年の調査では多くの高齢者の足の爪に問題があることが分かった。この状況は15年経った今でも変わらないという。いっぱい問題は見えてるんですよ。そのエソとかそういうことだけじゃなくて、やっぱ高齢者多いので歩けなくなっちゃうんですよ。でこの予防どっから始めたらいいかって考えると子供なんですよ。実は足の爪をどうやって切るかっていう教育ないんですよ。これ家庭教育しかなくて、家庭が間違ってること往々にしてあるんですよ。家庭教育の間違いがそのまんまその人に反映されるので、すごく直しにくいっていう。子どもたちが学校で正しいフットケアを学ぶための教材作成や足の健康診断を行うなど、正しい足の教育法を日々伝えている。皮膚は人間の全身を覆う。その特性から皮膚科医のカバーする範囲は広く、解明できていない病気も多い。まあ、皮膚科って、まあ、非常にその分野が広いんですよ。よく言われるのは、まあ、赤ちゃんから高齢者まで、その中で自分のやりたいことを見つけるっていうのは、そのスペシャリティが生まれた時に、まあ、素晴らしいものになるんですよ。一人でも多く100歳まで自分の足で歩ける社会にするために、高山は今日もその歩みを止めない。